菅野七郎は日本の俳優である。本名同じ。1902年1月1日、福島県相馬郡原町に生まれる。旧正中学校を中退後、満州に渡り各地を放浪していたが、1922年、徴兵のため帰国。その後、会社員を経て1923年8月、小畜蒲田撮影所に入社。 同年8月18日に公開された、島津康二郎監督映画、菅一と三枝で映画初出演。以降、数本の作品に脇役として出演するが、1925年に発行された日本映画年間大賞13、14年によれば、菅野自身の代表作は1925年2月21日に公開された、吉野次郎監督映画、 主の女であるという。その後、1929年春には、薪のプロダクション五室撮影所に移籍し、数本の作品に出演した。日本映画俳優名鑑昭和4年版など、一部の資料によれば、東京府江原郡鎌田町、三園、あとに、京都府、葛野郡花園村薪のスタジオ内に住み、身長は五尺四寸、体重は15巻500問目。 趣味は、運動、音楽、読書で、思考物は果物、品料理であるという旨が記されている。その後、正確な年月日は不明だが、間もなく薪のプロを退社し、1931年8月に帝国キネマ演芸から解消された新興キネマ、渦政撮影所に移籍。1 9 3三年四月十七日に公開された田中茂雄監督映画、 人稿から来た女に出演して、以降の記録が見当たらないが、この頃に芸能界を引退したと思われる。ハワイ放置堂11月3日付によれば、その後ハワイ州オアフ島に移住し、同地の女性と結婚したというが、以後の消息は伝えられていない。陶器作品への出演は一作もなく、出演作品はすべてサイレント映画であった。没年不詳。 菅野の来歴について記載されている資料はほとんど存在しない。すべて制作は、松竹かまた撮影所、配給は、松竹、すべてサイレント映画である。すべて制作は、牧野プロダクション五室撮影所、配給は、牧野プロダクション、すべてサイレント映画である。すべて制作、配給は、進行キネマ、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。